この動画で学べること、犬の生態を超える犬の調整の施術、動物病院以外の選択肢、超簡単な愛犬の体調チェック方法です。じゃあよろしくお願いします。ちょっと持ちますね。はい、一回ちょっと持ってもらって、そのずっしり感を覚えておいてください。はい、それがあの体調になるので。はい、何歳？今16歳です。8月で17歳になります。左首悪いんですか？首はなんか前整体の先生に見てもらった時はもうほぼいろんなところが痛いっていう風に言われましたね。目の瞬膜が9月ぐらいから戻りが悪くなって、で先生に2箇所ぐらい聞いたんですけど、ちょっとあんまり原因は特定できないっていうこともあって、でなんかもしかしたら目の神経とかも影響してるのかちょっとわからないんですけど。目は右目だけですか？右の方がよく出やすい感じですけど、両方になってる時もありますね。その影響もあってか最近ちょっと目が開けづらそうにしてる時もあったりします。肉付きですよね。肉付きですか？うん、毎日散歩行ってるんです。その立ち上がれない症状が起こってからは1週間ぐらいはお休みしてくださいっていうことだったんで、6日間ぐらいお休みして、ここ最近ちょっとずつちょっとずつっていう感じです。また復活して。ヘルニアとかはないですか？ヘルニアではないっていうふうに先生はおっしゃってたんですけど、セカンドオピニオンの先生は痛みがなくてもヘルニアの可能性も否定できないっていうことを言われて、結局原因が特定できてない状態なんですよね。でセカンドオピニオンの先生が今先生が触られてるお尻の辺をつまむ器具みたいなハサミみたいなので神経チェックをした時に、その辺はちょっと痛みの反応とかがないのと、あと針も3細い針を刺して見たんですけど、そこも反応がないから、もしかするとバビ症候群の疑いがあるのかもしれないみたいなことをおっしゃってて。今気になるのは、はい、頸椎の左側です。頸椎の左側、頸椎1番とか言ってましたね。はい、左側がずれてると、はい、あとはこの胸郭の胸骨、この前の胸の骨の、はい、この前ダックスの子も同じ感じだったんですけど、はい、犬種のあれによるのか、こう硬いですね。硬い、はい、もうちょい柔らかくてもいいかな。うん、あとは腎臓に関係してこの腰椎、腎臓は悪いです。腎臓に関係してる腰椎の場所が癒着してます。癒着、脊髄だから、はい、だからそこをやったらだいぶ変わると思うんですけど、クン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 してこっち見えてない。ではね、あんまり視力もほとんど見えてない状態かなと思います。耳もすごく遠いです。嗅覚だけは人一倍あります。嗅覚あります。これは何ですか？ここの形が変形してるっていう風に言われたんですよね。ここが本来だったらもうちょっと綺麗にこういう風になってないといけないのが、ちょっとモヤモヤってなって変形しつつあるっていうことを言われたんですけど、はい、そういう状態でも全然元気な子もいるし、今回のその立てない原因がこれが原因だとはセカンドオピニオンの先生はそうは思わないみたいな、まあ否定はしませんでしたけど、まあ、脳から来てる場合もあるし、それであれば例えば MRI とか CT とか、でもそれは全身麻酔も必要なんでリスクもあるから。あ、背骨がですか？そうです、背骨です。問題あるように見えないですね。しかもその神経チェックをこの辺首からお尻にかけてやった時も腰のあたりは反応してるんで痛いっていうことで、なんでその反応がなかったバビ、そのお尻のその尻尾の付け根あたりの神経に問題があるんじゃないかみたいなことをおっしゃってたんですよね。症状は起きてないですね。4日間続けて寝起きに立ち上がれないっていう症状があったんですけど、2週間ぐらい経ってるんですけど大丈夫です。なんかヘルニアだったとしても1ヶ月以上症状が出ない子とかもいるから、それも完全には否定できないっていうことを
セカンドオピニオンの先生がおっしゃってたんですけど、普段は自由にさせる気は吠えないんですけど、例えば猫ちゃんの目に乗ってて降りたいよとか、そういうなんか我慢することが去年あたりからできなくなってきて、欲求をストレートに出してくるようになりました。元気な状態です。元気いっぱいですね。自分でその自己流でなんかこの辺マッサージしてたりとかした時に、結構この辺をやるとあの伏せみたいに体を伏せちゃう状態にしちゃったりとか しますね。それ関係あるのかわからないんですけど、うん、今だんだん胸郭が動いてきたんですけど、それと同時に首がなくなってきたから、多分首じゃないですね、心臓が引っ張ってるんですよ。心臓が引っ張ってる、心臓が首に、全然理解がすいません、できないですけど部分で見るのと、はい、あと連動でつながりで見るんですよ、はい、で原因と出てる症状の場所って大体違うんですよ。それを探せるかどうかなんですよ。今首が悪いって言ったんですけど、首そんなに今触ってなくて取れてるんですよ、はい、手紙が。だからここが原因じゃなくて、ここの原因はこっちの胸郭の左側の心臓に近いところから、はい、このあたりさっき言った硬いところ、まだちょっと硬いですけど、ね、ダックスさんちゃんの特徴なんですかね。他の先生が見たダックスちゃんも同じ感じ、はい、そんなにたくさん見てないですけど、普通あんまりここ固まらないですけど、これで一回ちょっと持ってもらって、はい、半分ぐらいは軽くなってたんです。あ、本当だ、わかりますか。はい、ずっしり感が違います。体調がいいと軽くなるので、そういう感じでいつもダックスして体調を確かめてます。今のを基準にして、はい、もっと軽くなるんですか。体調いいと半分ぐらい。それはなんで軽く感じるんですか。実際軽くなるなってないです。なってるわけじゃない体重と、まあ、違うと重さって違うんです。物理的な重さとエネルギー的な重さって違うんです。赤ちゃんもなんか寝てると重くなる。あ、寝てるとワンコも重くなります。それと一緒でエネルギーの状態がどうかですよ。足の症状なんかあったんです。そうです、この辺に針を刺してもその、はい、痛みを感じない反応、多分それここなんですよね。この辺のこぎ上がるかもしれないけど、ここが結構負担かかりやすいんですよ。背骨があって、背骨のこの中、脊髄がここ自体が密着してて、そう、ここに繋がる組織の症状が出てくるんですよ。それで後ろに力が入るんですよ。膝のお皿がそれでずれちゃったりすると思います。その場合、膝が悪いんじゃなくて、こっちの腰が原因だったりとか、そういう風に見ていくといいですよ。これが取れると、結構変わるんですけど、あんまり無理やりはできない。でここの脊髄って全部脳からお尻までで一つって考えた方がいいです。脳からお尻まで全部繋がってると、ここがあの癒着してたりすると、これが原因で脳の症状が出てるとか、もしかしたら目の神経とかも関係してるかもってことですか。はい、はい、だから大事ですね。特にダックスは起きやすいですよね。でも元気ですね。元気です。なんか忙しくしてます。忙しいよね、毎日ね。ピオチさらに元気なんです。まあ、多分あの動きたくて要求防衛しているだけで、うん、痛いっていう感じだとまた泣き方違うんですよね、うん、だから痛くないんだと思う。動画のあれは痛いって感じですか。あれはもう間違いなく痛かったですね。声失いました、うん、ちょっと手に汗握る思いでショックが大きすぎて、年に残らなくなって、まあ、獣医さんであれできたらすごいと思います。ちょっとびっくりしちゃいましたね。その先生の場合はその声帯とは違う体の調整っていうのが正しいですか。そういう風にあえて言いましてますけど、ちょっと何だと言いづらいですよ。声帯っていうとなんか骨とかのイメージになります。実際はあの全部骨は指標で見てるけど、内臓とか脳の状態とか見て、まずは癒着がないかとか。癒着ってなんか私たち素人に分かりやすく言ってもらえると、どんな風なイメージが分かりやすいですか。単純にくっついちゃってるっていう。そうですね、自然界と一緒だから。そのシステムが、例えば流れのないところって腐ってるじゃないですか。でそこから病気って発生するんですよ。体も一緒で、癒着すると腐ってるんですよ。それで何かしら症状を出して、それを外に出そうっていうのが症状とか病気の反応なんですけど、それをスムーズにしてあげると一気に瞬間的に治ったりします。
癒着だけじゃないですけどね、血液の滞りとかもあるとやっぱりそれがね、いろんな病気につながるっていうイメージと同じ考え方です。同じなんですよ。でだけど血液っていうとじゃあ流せばいいのかってなっちゃう。はいはい。じゃあマッサージだとか温めればいいのか、それとはちょっと違うんですよ。もうちょっと生体の反応があるので、今も脊髄の癒着を取ってるんですけど、力でやっちゃうと逆効果になって組織壊しちゃうんですよ。医療ちゃんのどのくらいの体勢なのか、どのくらい深くいっていいのか探りながらやってもらうんですよ。そんなすごい悪いけどね。本当ですか、よかったね。リオッチこの間来たけどここはすごい悪くて、よく見たらこの後ろ側じゃなくて前がお腹のあの奥の方、はい、右の腎臓にあって、それはもう完全には取れてなかったんですけど、でもだいぶ1回で痛くなって、すぐ膝の骨が抜けちゃうと欲しいです、はい、1日何回も抜けるとかって。だけど右手に刺ってました。1回ですごいですね、はい、1回で変わってます。すごいいろいろやられてますよね。そうですか。なんかついこの間12月に乳腺腫瘍の大きな手術をして乗り越えてくれた矢先に急に立てなくなったっていうのがあったんで、ちょっと私も驚いちゃって、やっぱりレントゲンとかわからない、その西洋医学の先生に聞いても要は平たく言うとわからないっていう結論しかもらえなくて、だろうと可能性あるかもしれないっていうことはお話もらったんですけど、でもリオの体に何か起こっていることは間違いないので、ちょっとでも今の負担を軽くしてあげたいなっていうので先生のところに行ってみようってなったんだよね。リオッチちょっと早い方がいいと思います。そうですよね。そうですよね。リオッチおとなしい方です。本当ですか。これはね本当にね降りたくてね自由になれないからねわさわさ言ってるだけなんです。元気だからいいですよ。先生のところに来るワンちゃんの最高年齢は何歳ですか。動画で出てるからダックスちゃんでしたっけ。そんなに見てもこの辺あたりからする。あ、ワンちゃんもヘルニアの子とかも来たりするんですか。しますね。人ってなんか悪くなるといろいろ逃げ道がある感じです。自分でやったりいろんな変化力もあるから。ワンちゃんって動物病院しかないので、結構ちゃんとしたことやるとすごい変わりますよね。でも吠えても体は別にその拒否してないですもんね。そうですね。吠えたいですもんね。その感覚じゃないです。あ、これ大丈夫ですか。ご飯の要求吠えとかも1年ぐらい前からかな、突然始まりましたね。それまでは吠えなかったんですけど、要求吠えって、ね、もう一切してこなかったんですけど、お年を召して自我が猛烈に出てきたような。乳腺腫瘍ってこの辺ですか。全体です。そうなんですね。ほぼほぼ全体です。上の胸の部とその下の部分、対角線上に大きな腫瘍が2箇所あったんで、先生の動画でなんか継続して通ってる子でなんか表情も結構変わってくるっておっしゃってた動画があったんですけど、それっていうのはその目の神経とか顔の神経とかが関係してるんですか、それとも体全体がその調子が良くなってくるから自然と表情に。いろいろあると思うんですけど、人のあれで説明すると表情筋とか脳幹から出てる脳神経、そこがまず活性化されたってことと、あとは筋膜とかで全部つながってるから、例えば臓器の位置が変わったり癒着取れたりすると、そこが緩んでラインでこうつながってるんですよ。ちょっと犬の場合どういうラインかわかんないけど、顔まで全部つながってるから、それで顔が変わるっていう。あとは脳脊髄とか目が一番最初ジロジロ見てなかったですけど、今パッチリパッチリしてますね。春馬くんも出てないワンワン言って飛び跳ねてるとね動画に撮れないよ。でも今日春馬くん今出てないね。目をお目目パッチリしてる。最初見比べるのがですね。そうですね、いろんな要素で変わってきます、あと毛質とかも変わってくるから、すごいっていろいろ遊びたいんだよね。
そんな嫌がってないと、うん、あの痛みとかはないっていうふうに思いますね。 痛い時の鳴き声っていうのはその整体の動画で見てもらった感じの鳴き声になるんで、動けないから文句言ってんだよね。あの後どうだった、その整体受けた。私が結構鈍感なのもあると思うんですけど、うん、気持ち言われてみたら歩く時に前よりもしっかり歩いてるような気もするかなぐらいな感じで、鈍感な私が1回で分かるようなことはあんまなかったですね。やっぱり2ヶ月ぐらいは通ってくださいっていうお話もあって。こんなに覚えて先生大丈夫ですか。あ、全然もうガッチリ見る悪い気はしないですけどね、鈍い感じの悪くなる手前っていう感じですか。そうですね、悪くなるとその下半身のと、あと腎臓の問題が出てきて、はい、腎臓は今もうデータ上でも悪いっていう風になってまして。また検査します。しました、したばっかりで急に変わるとそのだるくなったりとか、はい、なんか症状出やすくなったりするんですけど、一過性の時はそのままほっといてもらって、はい、安静にしてあげてください。その後調子よくなる。どんな症状が出たりする。簡単なのだと下痢とか、ちょっとお腹が緩くなるとか。そうですね、はい、それが結構いいことで、なんかあった症状が強くなった場合はちょっと良くなると思います。出る系の症状ですね。その場合は丈夫ですよね。丈夫だってリオッチ嬉しいね。リオ自分で今までの症状治せたかもしれない。自分の体の調整でですか。自分はい、特に胆のとかそうです。胆のいつ胆のは8歳の時に、ええですね、横断症状が急に出て、うん、点滴しても良くならなかったんで手術で胆の取っちゃったんですか。取りました。食事とか変わりました。それからちょっともう反省して、私がちょっとあまりにもその元気なのが当たり前だって思って、そこから食べ物とかいろいろ気にするようになって、で最終的に今手作り食でサプリメントとか。あ、軽くなりましたね。なりました。鈍感な私でも分かります。分かるぐらいな感じの違いはあります。最初ちょっとボテッとしている感じ、うん、もっとなるんですかね。羽のように、羽のようにふわっと。一応これで様子見て見てください。はい、今日見た時に頸椎の一番が左側がすごかったです。まだちょっとあるか、もうちょっとやってみましょうか。でこれはこの左側の胸郭の癒着と膨張する、こっち側がガッチリしてて、でそれがこう首を引っ張って、はい、ここずれてるって感じ。なのでこっちがメインで、こっちがパッと。でメインはここですかね。この、はい、腎臓のあたりの腰椎の下の、そう、脊髄の神経、はい。内臓は結構柔らかいと思う。内臓系の癒着は心配ないですけど、脊髄の神経。まあ、家でできることとか気をつけた方がいいこととかってありますか。この腎臓のとこですね。家でできること。なんか温めてあげるか、温灸とかってやっちゃいます、ね、あの温灸をこの間買いました。金槌みたいな形の。それでこの耳の下あたりを温めるってことですか。こっち、あ、はい、はいはい、10分ぐらいですね。10分ぐらい、全然痛がってないですね。痛くないようにやってる。ありがとうございますありがとうございます。汗かいちゃうもんね、びっくりしちゃうもんね。そうそう、あのセカンドオピニオンの先生がおっしゃってたのは、やっぱり尻尾が下がっているのが気になるっておっしゃってましたね。で嬉しいことがあると左右には触れるんですけど、基本的にその尻尾が上がってないというか下がった状態。さっきより軽くなった。あ、本当だ。違いますよね。特にあの前の部分っていうか、ちょっと最初見てないからですけど、結構いい顔してますね。最初見た時にこの頸椎一番と、はい、心臓のところ、
着と、あと腎臓のこの背骨のところがあって、こっちが結構最初メインだったんですけど、首はこっちを取ると半分ぐらい取れて、でここが結構時間かかったんですよ、はい、でこれでだいぶ今体のシステム変わってるから、それで最後首の前のところでやったんですよ、左側の。ここが結構あって、おそらく結構影響出してますよね、いろんなところに、いろんなところに。これ脳に近いし、神経って脳から体に行ってしまう、はい、その根っこの部分なので近いところ、ここがいろいろ症状出してたかもしれない。もう半分以上取れました。これは何回かやるともっともっと取れていくんですか？全然変わってきます。まだまだ変わります。わかりました。次はその2週間後ぐらいに来ても大丈夫ですか？はい、元気ですか？大丈夫です。で、なんか変わると思うので、はい、観察して、報告できたらいただけたら。はい、わかりました。なんかすでに尻尾なんか今ちょろちょろってさっき振ってたから、はいはい、ほらちょっと上がり目で上がり目です、上がり目で振ってたから、これで上がり目なんですか、これで上がり目そうなんだ。でもなぜか尻尾振ってるんだ嬉しいの、うん、終わったの分かった、今結構楽だと思う、体楽になったの分かったのかな、普段いろいろやってるから食事とかいろいろやってるじゃないですか、はい、でそうすると結構早いんですよね、そういう子って調整かけると。あ、そうなんですね。あんま気にしてない子の場合は時間かかってるんですけど、普段から血液の質量とか、そんなストレスない子って早いですよね。よかったね。じゃあちょっとこれからのその経過っていうか変化を観察しつつ、2週間後にもう一回先生に調整してもらって。じゃあ調整って結構飛び級で良くなるんですよ、飛び級で良くなるんですけど、最終的に治すのって血液だったり、いろんな中の問題で治すので、で調整で普段の血液の状態がいいことがすごく重要で、その状態で癒着取ったりすると一気に治ったりするんですけど、もう一個は環境の問題、ストレスとか、飼い主さんがいつもなんか怒ってるとか、いつもなんか不安で心配、すごい心配してるとか、それが移っちゃって脳が反応するじゃないですか。なんかすごい近いじゃないですか、犬って、はい、人と飼い主と。ここが反応するとこの脊髄の問題出てきちゃうんですよ。それで咳が止まんなくなったりとか、病気がなんか悪化したりとかすることもあるので、そっちはまた別で考えていってもらって、で調整かけていくってやったことですよ。最初に症状が出た時はちょっと私もパニックで、心配とショックとなんか本当にちょっと立て続けだったので、マインドがね本当に良くないなって思って、そうするとねリオに逆に心配されたら良くないっていうので、そこがその私も今変えなきゃっていうところで意識改革しなきゃしなきゃっていう。でもこういう風になんかできることがあると、そうなんですね、ないのとでは全然違うっていうか、自分もそう思いました。プラス思考で考えられるようになってくると、多分この子にもプラスの影響があると思うので。結構ワンちゃん変わる人って、ワンちゃんが病気になったりしてから初めて向き合っていくじゃないですか。それって自分と向き合うのと似てると思うんですよ。それをやってくれてるのがワンちゃんっていう気がしてて、ワンちゃんは自分の体とすごい近いですよね。そうですね、向き合い方が、そう思って変わってもらえるといいかなと思います。いや、そうだっつってそうだそうだ、先生ありがとうございますって。ちょっと楽しみですね、どんな変化が出てくるか、うん、多分散歩とか動き変わると思うんですけど、毛並みいいからいいですよね。じゃあこんな感じで、はい、ありがとうございます。